スタンダード10スタンダードモーターカンパニーは1903年に設立されたイギリスの自動車製造会社である。レジナルド・ウォルター・モーズレイにより小規模な会社としてすでに英国自動車産業の中心地となり始めていたコベントリーのマッチパークストリートに設立。当初公員7人を雇い入れ最初の自動車を製作した。これは単気筒エンジンで3足ギアボックス。 シャフトで後輪を駆動した。発展は早く、すぐに2気筒、3気筒、4気筒の上位モデルが開発され、1905年には当時最先端の6気筒エンジンを開発していた。完成車を提供するばかりでなく、他社にエンジンを提供することもいい商売になった。これは主にオーナー自身の希望で、エンジンの乗せ替えを行ったのである。1905年、 クリスタルパレスで開催されたロンドンモーターショーでチャールズ・フリスウェルが会社を購入することに合意。1907年、フリスウェルは1907年にはスタンダードの会長となり会社を盛り立てる。1911年にはイギリス国王ジョージ五世と全員団用の車70台を製造するまでになった。1912年、フリスウェルは彼の持ち家部分を CJ バンド及びジークフリートベッドマンに売った。彼らはトライアンフモーターサイクルカンパニーの創業者でもあった。これによりモーターサイクルの会社はトライアンフ自動車となる。トライアンフは主力のモーターサイクルの他に第一次大戦後には4輪、自動車の生産もいったが、これはスタンダードとは別体で行われ、後4輪車部門の不採算のため1936年に、 トライアンフの二輪部門と四輪部門が分社、戦後経営不振のトライアンフ四輪車部門がスタンダードに買収されるという複雑な経譜をたどった。1914年、スタンダードは株式公開した。第一次世界大戦中は1000機以上の飛行機を生産。ロイヤルエアクラフト BE、BE-12、RE-8、ソッピースパップ、ブリストル海に戦闘機が1916年、 寒冷に建設した新工場で製作された。ここは後に本部となるところである。一般向け乗用車の生産は1919 19年に小型車から再開。1924年には生産台数は1万台を超え、イギリスの市場シェアではオースチンと肩を並べる会社となっていた。しかし1920年代後半、莫大な投資にもかかわらず海外輸出の試みが、 失敗に終わり、大型車の販売もうまくいかず、利益は極端に落ち込んだ。1929年ヒルマンのジョン・ブラックが、共同社長として、経営陣に加わった。ブラックは、ジェンセン、エイボン、スワローサイドカーカンパニーのような外部コーチビルダーに、シャーシエンジンを提供することを推し進めた。レジナルド・モーズレイは1934年に会社を離れ、 その後すぐに64歳で亡くなった。1930年代には、スタンダード9、スタンダード10などの新モデルにより、会社の業績は復調した。これらは低中程度の価格帯で1935年のモーターショーに出品された。フライングスタンダードの新シリーズは時流に合わせた、半流線型で発表された。第二次世界大戦中会社は、乗用車生産を続けたが、 今回は、ユーティリティボディが取り付けられた。しかし、戦時中のスタンダードにおける、最重点製品はやはり軍用航空機であった。ム用型の木製機もスキートは、主に FB6 仕様として1100機以上が、製作された。ブリストルマーキュリー8エンジンを搭載した、エアスピードオックスフォードが750機、またブリストルボーファイターが3000機、それぞれ、製作されている。 戦時中には他に軽装校舎も製作された。これには4000台ほどのビーバートも含まれる。さらに、軽量のジープタイプの車両も生産された。スタンダード・バンガード平和の時代が訪れ、戦前の乗用車、トとトゥエルブはすぐに生産再開された。特に注目に値するのが、1945年に、ジョン・ブラックが行ったトライアンフ自動車の買収である。 経営不振のトライアンフは、関在人に引き渡されており、その価格は7万5千ポンドだった。トライアンフは、スタンダード社の完全子会社となり、トライアンフモーターカンパニーリミテッドとなった。スポーツカーや小型車を主力としたブランドとなり、アメリカ市場を中心とした輸出での外貨獲得で、親会社のスタンダード以上の実績を上げることになった。もう一つの収益源として役立ったのが、 食料増産体制に合致した農業用トラクターを生産するファーガソントラクターの設立で大工場の戦時中空いたスペースが有効活用できた。1948年スタンダードはバンガードによるワンモデルポリシーを打ち出した。バンガードはウォルター・ベルグローブの手になるアメリカンスタイル路線の車で1953年に 新型エイトが準備できるまで生産が続けられた。組み立て工場は国外にも建設され、オーストラリア、カナダ、インド、南アフリカと続いた。ジョン・ブラックは1954年経営から退いた。その理由は、当時の正式発表では、体調が病気がちになったためとされたが、現在では役員会で退任を要請されたためであったとされている。 長らく彼を支えていたリック・ディックが後を引き継いだ。この頃から経営の停滞傾向が生じ始めた。会社は継続的成長を目指した社との提携を模索し、クライスラー、マッセイ・ハリス・ファーガソン、ルーツ、ローバー、ルノーなどと話し合いを持ったが、いずれともうまくいかなかった。スタンダード社は、当時の典型的イギリス社の枠を出ない保守的な設計で格別引出た存在ではなく、 さらに他のメーカーがスタンダードモデルとデラックスモデルというモデルグレード分けを行うようになっていた当時、社名とブランド名そのものが並休を示唆するスタンダードであることは商品戦略上不利に働いた。モデル展開もむしろ子会社のトライアンフブランドにおいて積極的に行われていた。結局、1960年にレイランドに2000万ポンドで買収され、 英国におけるスタンダード社は1963年で生産終了した。一方、ブランドイメージにまるトライアンフブランドの四輪車生産は、レイランドでも、そしてその後の1968年、BMC との大統合で、BLMC となっても継続した。トライアンフヘラルド社が、スタンダードヘラルドとして生産されることで、スタンダードの名前は1980年までインドで、 生きながらいていた。これには英国にないモデルとして4ドアと5ドアのエステート仕様があった。1970年、インドスタンダードはブリティッシュレーランドのために分割される。1971年、スタンダード、ガゼールと名前を付けられた4ドアのヘラルドが登場する。エンジンは同じ 948cc を搭載していた。ガゼールの生産台数は少量だった。 これは製造ライセンスを打ち切られないようにすることが目的であったためと言われている。スタンダード社の生産は1985年にローバー SD1 をベースとしたスタンダード2000の登場で終了した。1987年に生産終了し、スタンダードの名前もこれで途絶えた。 第一次世界大戦以前1919 19から1939年1945から1963年軍用車、商用車、ありがとうございます。